そしたら磯目を、青磯目をつけます。餌を目立たせるために3匹ぐらいかけます。1匹目をこう通して、まずは通し刺しします。この汁ですね、この体液が光る体液です。これが匂いがあって魚を寄せます。でこの結び目より上のところまでこう餌を引き上げていきます。でこの針先の出てるところにもう一匹、もう今度はちょんがけでいいです。ちょっと引っ掛けるだけです。そしてもう一匹、はい、このように先に引っ掛けます。今絡んでてあれですけど、このように3匹ですね。1匹目通しがけして、2匹目3匹目をちょんがけ、こういうような仕掛けです。